どうも業者の代表高野清です、えー、運動神経がいい悪いとかってよく言うんですけどその辺についてちょっと考えて、えー、お話ししていきたいなと思います、えー、ちなみに運動神経っていうのはまあ、うん、一般的にはですねどの運動も上手にできるとか例えばあの人はサッカーもできるし野球,もできる野球もできるしなんだからボーリングだとかテニスとかも何でもできるね 運動神経がいいんだねっていうふうな言い方をします。まあでも、実はですね、解剖学的、生理学的にも、運動神経っていうと、脳から筋肉へ指令を伝える神経のことを運動神経。脳が、あの体がですね触った、触った感覚だとか、動かした後の,この感覚だとか、きつかったとか感覚だとか、熱いとか、そういうものが、えー カードの、ま、各部位から脳に行く、この逆方向の神経を感覚神経。で、そういうふうに分類されてるだけのものなんですね。筋肉を運動させるための神経なだけなんです。だから運動神経に言い悪いはまあんまないわけですね。で、何の話をしたいかというと、その運動神経言い悪いってその何の運動でもできますね、みたいな人がいるんですけど、実はですね、そこまで変わらないです。 特に子供の頃小学生ぐらいまではそんなに変わらないですでも差が出てくるじゃないですかある,ある程度そのこの人はすごく運動神経いいからなというふうに印象を持ったこともあるだろうし、えー、運動神け悪いんだよなという印象を持ったこともあると思います何が違うかこれは運動体験があるかかないかですしかも今運動体験って言いましたけどどの運動体験があるかどうかですね例えばえっと 転がったことがあんまない人とか、あんまり転ばなかったとか、まあ簡単に言うと、えっ、ー、と、赤ちゃんが歩き始めたけど、危ないからすぐ抱っこしてあげると歩いてないですよね。となると、幼少期のまだ体が不安定な時に頑張ってなんとかしようとしてた、トレーニングをしてたところを、その体験を奪ってしまう。はいはいしました。はいはいするってことは、え、肩甲骨も股関節も使って体を支えて、 移動するってことですけど、こういうふうに上と下を上下を連動させて動くってことを、の体験を奪ってしまったってことあるかもしれない。願いにはありますね。こうゴロゴロゴロって転がる。この回転ですね。横回転。体育の授業でマット運動とかの前転とか、縦回転。そういうものができたかどうか。いっぱいやったかどうか。 そうすると、さらに複合しますね。縦回転か横回転しようかとかで、そうこういう軸回転、こういう動きをするとか、やったことがあるのか。はたまた、手で、こうやって支えて、こういうことができるかとか、支えてどうこうとか、そういう体験があるかどうか。いろんな体験ですね。くぐるとか、何かこう、重いものをこう支えるとか、そういう体験があるかどうか。どうでしょう 今、目の前にいる、自分のお子さんだとか、関わってるお子さんだとか、この子は何やってもうまいな、っていうこと、何やっても、なんかちょっとうまくいかないんだよな、どうでしょうその方の、その子の、生まれてから、今までの運動体験はどうでしょうかくぐるとか、何かを投げたいとか、何かをキャッチするとか、やったことがあるでしょうかいろんなことが、 体験としてあれば、いわゆる引き出しがどんどん生まれるってことですね。で、引き出しがどんどん生まれた中で、大人になって、あ、じゃあこれやろうって時に、あ、この運動だったら、この動作だったら、この引き出しポッと、ここの引き出しポッと合わせていけばできるなとか、いうことが運動神経がいいってことになるんじゃないかと思います。もう体験、もう見たままのやつを自分の中の引き出しを照らし合わせて、あ、こうやってできんな、みたいな。 共感ができたりとか、そういうことが運動試験の良さなのかなと思います。だからいろんなのあるけど、まあ本当に引き出しがない動きもあるかもしれないですよね。なんでその場合は、その場,場面だけっていうかその動作の中では、もうどうしろと。である一定のところではめちゃめちゃうまいが出てくるわけですね。それがどの範囲であるかっていうだけの問題です。 つまり、何が言いたいかというと、その、子供にですね、運動体験をさせていただきたい。例えば、走るだけもありますね。まっすぐ走るのもあるけど、鬼ごっことかと、ああ止まって、またこっち行って、あとかでこっちこっち行って、フェイントかけてとか、ありますよね。いろいろありますよね。そんなのがいっぱいあるかどうかし、かなりでかい差が出ます。やっぱり、ね、駆け引きがあって、スポーツに成り立ったりしますので、 サッカーもそう、ラグビーもそう、どうしても相手が相手、その人に捕まらないように何とかしようとしたりしますよね。そういうようなスポーツが出てきたりとかするとお、やっぱり運動能力的には変わってきます。片足で立つことが多いのかなとか、ジャンプして着地が多いとか、それがどういう形で一回な、一回一回が行われているか、そういうことを考えてあげると、運動神経ってものに影響がなされると思います。なので、 子供の時から、まあ、体がちゃんと出来上がるときに、そういう刺激が入ったら、まあ、当然、もちろんいいと思います。だけど、それが、例えばできない、できてなかったな、あんまりやってなかったな、ということであれば、もう大人になってからでも、獲得すればいいんです。ただ、それがう分からずに、闇雲にいきなり複合技で、いろんなことを、難しいことをしようとすると、もともとの引き出しがないので、材料がないので、難しいままで、ちょっと嫌になっちゃうな、とかなっちゃう。その習得が遅かったりするわけですね。なので、であれば、一個一個、 例えば何か拾ってみる。投げてキャッチするとか。どこから入ってもいいし、いろんなとこ、あその基礎的なものから入って、まあ基礎固めですね。その引き出しをどんどん作っていくっていう作業をして、で、イメージを統合するっていう練習もしていくと、よりやりやすくなるだろうというふうに考えるんですね。運動神経が良い,い悪いっていうのは、そういうことなのかなと思います。さあ、今日は話してばっかりですけど、えー、以上になります。 え、この、まあ、考え方は一つ、人それぞれだと思うし、その中の一つでしかないと思うんですけど、えー、皆さんの参考になったら嬉しいです。もし参考になったらグッドボタンやいいねとかね、していただけると嬉しいですし、チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。えっ、ー、と、今日はここまでなんですけれども、えー、感想やね、ご意見などありましたらコメント欄に残していただけると嬉しいです。それじゃあ、また